さんどうもおはこんばんにちは、はい、ガイタボーです。ということでですね、2017年10月バージョンの実況部屋をご紹介します。ということでね、この前いつやったっけな、4月ぐらい、引っ越してからまだ間もない頃に1回やったと思うんだけど、その時よりまあまあ変わったらね、ご紹介していきたいと思います。まずこっちのねクローゼットの方見ると、はい、体重計あります。はい、今度はですねチチチレゲとダイエット企画やろうと思ってるので、はい、ぜひお楽しみください。はい、こちら掃除機になります。ダイソンです。憧れのダイソン買いました。はい、コードレスなんでね、はい、とても使いやすいです。はい、こちらがシュレッダーになります。まあまあ使ってますね。このガムテープね、気にしないでもらって、ちょっとそのうちね、やろうと思うんで、で、こちらカーテンになります。これね、買ったんですよ、はい、先日ニットで買って、黒と迷ったんですよ。この辺は黒を基調に一応してるんですけど、でもニトリ行ったら、このカーテン横ねって思って買いました。はい、ちなみにカーテンの、丈が合っておりません。また買い直しに行ってきます。ミスっちゃいましたね、メジャーで測ってたんで。はい、でこちらが、ステファニーですね。はい、でこれが、WW2 の帽子です。キャップ、はい、もらいました、 TGS のところ。でこちらがですね、モンスターハンターワールドの、タオルになります。ちょっとうまくできない、はい、ワールドのタオルになります。はい、うまく映せねえや。こちらが iPad、 はい、 iPad はまあ何も使ってないな。でこちら財布で、これ最近買ったメガネジーンズ、はい、僕 目は悪かったんですけど、いや絶対メガネかけねえって思ってたんだけど、いやでも一回ね試しにかけたらすっげー見えると思って、世界ってこんなに綺麗なんだと思って感動しました。メガネ買いました。それでこれが、小さな習慣という最近読んでる本ですね。筋トレも読書もダイエットも嘘みたいに続けられるいやね、もうこれ嘘みたいに続けられるんですよ、本当に。本当にね、一回ちょっと騙されたと思うんで見てみてください。いや普通に面白い本です。はいはい、でこちらが、河川さんと、ボドカに、買わされたイヤホンになります。4万円しましたこれ。いや本当にでも4万円するだけあってめっちゃ音質いいですね。はい、下に行くと、サングラス、サングラスはマジでかけないです。ノリで買っちゃいましたこれ。これが天狗のガチャガチャって撮ったやつ。はい、でこちらがなんかバッテリーと、あとこれイヤホン入れと、これワイヤレスのイヤホンですね。でこれエルガドのキャプチャーボード入れるやつですね。であとこれ指サックチンコ、よし、これがねドイツ行った時もらったやつかな、アクティビジョンとかね。はい、こちらが、読んだ本になります。まあちょっとねなんか意識高い系みたいな感じなんですけど、まあこういう本結構読むの好きで、はい、結構読んでます。なんか自己啓発本とかも結構好きです僕読むの。はい、でこちらがゲームソフトですね。なんだろう、いろいろありますね。デッドライジングとかフェイブル2とか、あとモンハンフロンティアもやってたんですね。PS3 でもモンハンフロンティアやってました。フォールアウトとか、これ、ま、友達にもらったんだけど全然やってないですね。あとシュタインズゲート、これも買ったんだけどできなくて時間なくて。でこれコールオブデューティーがねいっぱいあります。 PS3 から XBOX までコールオブデューティーが。でこれね、これめっちゃ良くないですか、これジッポ。これもあー、ヒイラギさんのチャンネルで紹介されてたけど、これがね、WW2 のジッポでございます。かっこいいよね。まあ、僕タバコ吸わないんで、まあ、あんま使うとこないんですけど、やっぱジッポかっこいいね、男のロマンみたいな。でこっちにもソフトがあって、スプラトゥーンとか、コールオブデューティーとか、グラセフとかレインボーシックスシーズとかね。あとビータと、3DS があります。こっちがなんか PS3 のコントローラーとか PS3 のヘッドセットとか、あとPS3 で俺箱コン使ってるんですよ。それとか、あと任天堂スイッチのコントローラー、いやもう最近使ってないな、これプロコン買っちゃう。はい、これが僕たちです。これ玉さすり隊です。こっち行くとまあプリンターとか、まあ三脚、一応これ三脚ですね。
ビデオカメラとか、いやゴミ箱落ちちゃった。ビデオカメラとかこれにつけて撮影したりします。でこっちがですねメインですね。あで最近この絨毯もですねあのニトリで買ったんですよ。見てくださいこれめっちゃ小さい。めっちゃこのねこの部屋一面にあの引き詰めたかったんですけどめっちゃ小さいやつがちゃんと測ってなかったからね。はい、でこちらがまずメイン、一応メイン PC です。一応メインっていうか PUBG とか PC ゲーやるときに使う PC ですね。スペックが Core i7-4770 の、メモリ 32GB の、グラボが GTX1060 です。ハードディスクは 2TB とかかな。はい、で次がこちらがねもうこの辺がやばいですね。だからコードがねありすぎるんですよ僕。ハードディスク今ね外付けハードディスクが今 1,2,3,4 あと5と5あるんですよ。だからコードいっぱいになっちゃって、でこのコードをどう収集しようか今ね迷ってて、ね、白いあの箱とかあるじゃないですか、ボックスまとめられるやつ、あれも求めきれるかなって感じで今どうしようか迷ってます。でこちらがモニターです。これ七香さんにもらったやつで、で最近変わったことがですねモニターアームつけました。いやこれもう快適だよね。でここのスペースできるでしょ、まずこの下に。本来ならねこういう台があるじゃないですか、それがなくなったんでここにねキーボードを奥にしたことによってここにもスペースできるしめっちゃいいですね。モニターアームはですねあのつけられる方は絶対つけた方がいいです。はい、すっきりして気持ちいいです。はい、でこっちにも一応マイクがあって、でこれがレーザーのデサダーのなんだっけな、デサダーエリートだね。ちょっとピント合わないんだけど、でマウスパッドはねスティールシリーズのこちらを使ってます、ね、お腹すいたにゃ。どうぞ。でこちらが、いつも編集してるモニターです。こちらも一応メイン PC ってことで、まあでもこれ移行したいんだよね、こっちからこっちにね。こっちの方がスペックいいからさ。こちらもですねなんとモニターアームをつけました。モニターアームつけたんですよ。キーボードがこれめっちゃ汚いんですよね実は。まあキーボード俺使い捨てだと思ってていつも安いの買ってる。でこっちに、なんかボールペンだったり USB、 これねこれドイツ行った時とアメリカ行った時ももらいましたね。これこうやって出せるグラボの、形をした、USB です。でこれが、このマウスがなんだデサダーのクローマかな、わかんないんですけど、これはなんかそういう感じのです。でこちらも同じマウスパッドをやって使ってます。あでこれチンコ、でこっちが、ゲームモニターですね。これはねまあ普通いくらだっけな、1万円ぐらいの ASUS のモニターですね。もともと編集に使ってたんですけども、こちらに移行しました。まあモニターアームの関係で、でこれがいつも PS4 で使ってるマイクですね。もうマイク代わりですね。はい、感じで下行くと、エルガドがあったり PS4 があったり、あと Nintendo Switch があったり、でいつもイヤホンで足音とか聞いてますあの、ね、1000円ぐらいのイヤホンだね。こっちもねあの PUBG もねあの1000円ぐらいのイヤホンで足音聞いてます。いや本当はヘッドセットね使った方がいいんだけど、ちょっと編集とかの関係でイヤホンになってます。こういう感じでいつも撮影してますね。こちらに行くとこれから使う防音材ですね、これを敷き詰めます。で今ねあの Amazon で買ったこれ敷き詰めてんだけど、これねまあ防音できるっちゃできると思うんだよ普通の人の声はね。私の声はやっぱりね高音のねパーがですね、高音のパーを出す時があるんで、これじゃ全く聞かないね。これもう本当に聞かない、もう紙1枚と同じレベルだよね。こういう感じの部屋ですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとねあの配線がね汚いんでね、ちょっと見ててね不快な人もねもしかしたらいるかもしれないんだけども、ちょっとそこら辺はね次回の動画でパワーアップしていきたいと思いますので、はい、その時は多分もう防音材敷き詰めてるんで本当に配信部屋っていう感じになると思うので、ぜひ、お楽しみください。あとね
ツイッターでね、僕の PC 周り見てくださいっていう方がいたらね、ぜひ写真送ってください。気軽に送ってください。はい、ツイッターフォローお願いします。それでは、See you next!